ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はピザ配達人爆死事件を紹介するぜ。あまりにもあまりすぎる事件名。何が起こったのかはまあ、そのまんまだな。あまりに残酷で、フィクションも書くやと言わんばかりの内容だ。事実は小説よりもきなり、だね。でも、どうしてそのピザの配達人は爆発したの？一言で言うと、極悪な犯人によって首に時限爆弾を装着されて、それを解除することができずに爆発したんだぜ。バトルロワイヤル、かな。しかもこのピザ配達人、なんと死の直前に銀行強盗を犯している。ちょ、情報量が多い。FBI 史上有数の意味不明事件の一つ、としても知られている今回の事件だが、ひとまずはいつも通り、事件そのものの経緯から迫っていくとするぜ。2003年8月28日、アメリカ合衆国ペンシルバニア州の北西にある都市エリーにて、ブライアン・ウェルズという男性が働いていた。彼の職場はマンマミーアズ・ピッツェリア、というピザ店で、仕事の内容は基本的に配達だな。なんと10年以上もこの店で働くベテランだったんだぜ。ここまでは何の変哲もない普通の情報ですけども。さて、この日の午後、ブライアンはいつものように配達の注文を受けて、テレビ塔までピザを運んでいった。だが、そこで待っていたのはピザを食べたがっている客ではなく、銃を持った犯罪者の集団だった。早速治安が終わってる。彼らはブライアンを脅してその首に時限爆弾を仕掛け、手作りのショットガンと指示の書かれたメモを持たせて、銀行に突っ込ませた。うわ、つまりそのブライアンさんは、自分の意思で銀行強盗をしたんじゃなくて、犯罪者集団に脅されて、そうせざるを得なかったということだ。えぐい。さて、メモには首に仕掛けられた爆弾を解除するためのいくつかの課題、が書かれていた。課題を一つずつクリアしていくと少しずつ制限時間を遅らせることができ、すべての課題をクリアすると最後には爆弾が解除される、ということだ。かなり手の込んだ作りだね。チェックポイントを通過して時間内にゴールに向かうタイプのレースゲームみたい。ブライアン氏は、銀行強盗に及ぶ際もこういう場合はどうするか、という細かな指示に従う必要があった。また、彼の行動は常に監視されており、不審な行動を取れば直ちに爆破する、という脅しも含まれていた。これはもう、どうすることもできないね。彼の置かれた状況を理解した銀行窓口の店員は協力的だったが、銀行のシステムの都合上、要求された多額の金を一度に引き出すことはできなかった。マジいいじゃん。ひとまず用意できる分の金額をどうにか引き受けて、店を後にしたブライアン氏だったが、間もなく警察に見つかってしまい、その場で逮捕されてしまう。まあ遠隔で指示されているとはいえ銀行強盗の実行犯ではあるもんね。で、警官に対して自分の身に何が起こったのか、を説明したブライアン氏だったが、突飛な話だし、信じてもらえなかったってオチ？いや、信じてはもらえたんだが、とはいえ有効な対処法がなかったんだ。警察にできることといえば、周囲の民間人を避難させて、爆発物処理班を手配する程度だった。そうこうする間にも、首の爆弾のタイマーは刻一刻と進んでいく。うわぁ。お願いだから、映画か何かのフィクションであってください。残念ながら、現実に起きた事件だぜ。結局、ブライアン氏の逮捕から10分後に呼び出された処理班が、現場に到着するよりも前に、爆弾は起爆してしまった。ブライアン氏はこの爆発によって胸部に致命傷を負い、その数分後に死亡した。そんな、なお、ブライアン氏の渡されたメモを後に警察が検証したところ、何をどうやっても絶対に起爆前に爆弾を解除することは不可能であった、ということが判明した。つまり、犯罪者の集団は最初からブライアンさんを無事に生かすつもりはなかったってこと？その可能性が高いな。時間の概算もろくにできないアホが考えたプランだとは、到底考えにくい。さて、それから数日後、2003年8月31日のことだった。警察は、ブライアン氏の同僚であるピザ店の配達員が、自宅で死んでいるのを発見した。どういうこと？これは結果的には事件とは関係なく、薬物の過剰摂取が原因と判断されたんだが。しかし、ブライアン氏が事件に巻き込まれて死んだタイミングから、この同僚の行動が不審になったことも確認されている。本当に無関係だったのかどうか、ちょっと怪しいね。何かを知っていて、口封じに殺されて薬物摂取による変死に見せかけられたようにも見えるよ。気持ちはわかるが、推測の域は出ないな。
もしかしたら単純に仲の良い同僚が凶悪な犯罪に巻き込まれて、動揺して精神安定剤を服用した、だけかもしれないだろ。それはそうかもだけど。だがまあ、霊夢がそう勘ぐったように、この同僚の突然死は事件の捜査に当たった FBI を困惑させるには十分な不審さだった。被害者であるブライアン氏はすでに亡くなっており、爆弾の残骸からも指紋などは検出されず、犯人に繋がる有力な情報が一切見つからなかったんだ。怪しげな点と点があると、強引に線で結びつけたくなるよね。そういうことだ。だが、事件からおよそ1ヶ月ほど経った2003年9月20日、その手がかりは突然降って湧いて出た。ほうほう。地元警察は、テレビ塔の近所に住む市民から、次のような通報を受けた。自宅のガレージ内の冷凍庫に、ジェームズ・ローデンという男の死体が隠されている、とな。テレビ塔って言うと、ブライアンさんが犯人たちに脅された現場だ。あれ、でも待って。どうしてその人は、冷凍庫に隠されている男の死体の名前がわかったんだろう。実は、この市民、ビル・ロススタインという男は、ただの無垢の市民ではなく、今回の事件にがっつりと絡んでいる人物だったんだ。え、まさか殺人犯からの自白電話。まあ待て待て、そう結論を急ぐな。警察が問い詰めたところ、ロススタインは次のように話した。ジェームズ・ローデンを殺したのは自分ではなく、自分のかつての恋人だった女性なんだ、とな。いやいや、それはそれで別の疑問が浮かんでくるよ。どうしてその男性を殺したのが、自分の昔の恋人だって知っているのさ。それに、その遺体がロススタインの自宅のガレージに保管されているのだっておかしいじゃない。亡くなったジェームズ・ローデンというのは、その女性の現在の恋人だったんだ。この女性は、金銭トラブルからローデンをショットガンで射殺してしまい、その死体の隠蔽と現場の清掃を手伝わせるために、かつての恋人であるロススタインを頼ったんだ。ロススタインは2000ドルを受け取って彼女の頼みを受け入れ、その証拠隠滅を手伝ったってわけだな。いやいやいや。なんかもう、どこから突っ込んだらよいのか。だが、ロススタインによれば、このかつての恋人だった女性、マージョリー・ビール・アームストロングという女は非常に危険な人物でな。頼みを断れずに手伝いこそしたものの、やはり恐ろしくなって警察に通報することにしたんだそうだ。ああ、そんな危険な女の人とまた関わり合いになってしまったから、今度は自分がどんな目に遭うかわからないってことか。こうして、警察はマージョリーを逮捕した。その取り調べの結果、マージョリーは複数の精神疾患を抱えていることが明らかになった。精神疾患、ハイテンションな躁状態と無気力な鬱状態を行ったり来たりする双極性障害、や、度を越した量の物品を買い集めてしまう強迫的ホーディング、などだ。ふんふん。さらに加えて、マージョリー氏の過去の交際歴を調べたところ、複数の夫や交際相手が不審な死を遂げていたことが判明した。というか、なんならその不審死によって以前から警察当局にマークされていた危険人物だった。うわぁやっべぇ。結局マージョリーはローデンの殺害を認め、精神疾患の事情を考慮された上で、7から20年の懲役を課されることになった。これは通報したロススタインさんの懸念がドンピシャだね。いやでもちょっと待って、その激ヤバ女さんが最初のピザ配達員の爆破事件とどう関わってるのよ。問題はここからだ。なんと、マージョリーは週刊中にピザ店員爆破事件の情報を知っている、と言い出したんだ。そして、その情報を提供することと引き換えに、自分を今の厳重な警備の刑務所ではなく、軽犯罪者用の刑務所に移送する、という司法取引を持ちかけてきた。まさかの事件関係者。関係者どころか、司法取引に応じた FBI が聞くところによると、なんと彼女がローデンをショットガンで射殺した理由は、ローデンがブライアン氏の銀行強盗事件について警察に密告しようとするのを防ぐ、ことだったんだ。ええ。そして、彼女の証言によれば、なんと、冷蔵庫の死体を密告してきた昔の恋人、ビル・ロススタインこそが、ピザ配達員爆破事件の首謀者だったんだ。もう何がなんだか。それだけじゃない。なんと、首に爆弾をつけられて死亡したピザ配達員のブライアン・ウェルズ。彼は単なる被害者ではなく、彼自身も銀行強盗計画に関与していた、犯人側の人物だったというんだ。お腹いっぱい、一旦情報を整理させて。あまりにも突然の情報ばかりで混乱するよな。つまり、恋人殺しのマージョリーさんが司法取引の結果として証言した内容は、1、
恋人のローデンを殺したのは、過去のブライアン殺害に関する情報を警察に垂れ込みされると困るから。2、ローデン殺害の証拠隠滅を手伝ったロッスタインは、ブライアン殺害の事件の首謀者だった。3、そもそもピザ配達員のブライアンも犯人グループの一味で、銀行強盗計画に関与していた。つまり、あの銀行強盗計画は狂言的な犯行だった。ってこと、だとしてもさ、爆弾解除が失敗したら自分も死ぬってのに、わざわざ命がけで銀行強盗なんかする？後の裁判では、当初の計画では偽物の時限爆弾を首にぶら下げる予定だった、というストーリーが検察によって語られた。だが、テレビ塔で合流した際に本物の爆弾を使う、と計画変更があったことを知らされ、引くに引けずにそのまま本当の被害者として銀行強盗を実行した。ってな。つまり、無実の被害者、を装ってスムーズに金を集めようとしたってこと？その証言って結局本当なの。さあな。検察の見解に対して、ご遺族の方々は異議を唱えている。あ、当たり前でしょ。当人のブライアン氏は亡くなっており、さらには首謀者だと言われたロッスタインも、事件翌年の2004年7月に病死してしまった。つまり、本人たちはすでに異を唱えられる状態ではなくなったということだ。じゃあ言ったもん勝ちじゃん。だが、ロッスタインが過去に別件で殺人事件に関与した経歴があること、さらにはブライアン氏の関与を裏付ける証言が他から上がってきたこと。それらを考慮するとどうしてもな。釈然としないなぁ。また、2005年にはマージョリーの友人であるケネス・バーンズという、新たな爆破事件の関係者が見つかった。当時は麻薬関係の罪で服役していたんだが、つい口を滑らせて事件の関与を漏らしてしまってな。警察に問い詰められて、もし減刑してくれるなら事件の真相を話す、と。もう、この事件困難ばっかり。ケネスによれば、爆破事件の首謀者はロッスタインではなく、やはりマージョリーであった。その動機としては、マージョリーが自分の父親をケネスに殺してもらうために、報酬金を調達しようとして銀行強盗に及んだんだとさ。ちなみに父親を殺す動機としては、マージョリーは自分の父親が自分に相続するための財産を無駄に浪費している、と思い込んでいたとのことだ。あ、頭こんがらがってきた。結局事件の首謀者は誰で、巻き込まれたのは誰で、ブライアンさんは無実なのか関与していたのか、ちんぷんかんぷんなんだけど。誰かが嘘をついている可能性もあるし、真実が一つではない可能性もあるからな。いや、どう考えても誰かが嘘をついているで 100% でしょ。真実が一つではない。ってどういうことよ。一人一人の視点で物の見え方、捉え方が違うってことだよ。例えば、誰が首謀者だったのか、については、マージョリーはロッスタイン。ケネスはマージョリー、だと答えているよな。だから、この場合はマージョリーかケネスのどちらかが嘘をついているってことになるでしょ。いや、こう考えてみてほしい。事件を起こすときに、犯人側がいちいち首謀者は誰か、なんて決めると思うか。それは、銀行を襲おう、とした言い出しっぺがマージョリーで、具体的な犯行計画をすべて企てたのがロッスタインだった、としたらどうだ。マージョリーは計画立案担当のロッスタインが首謀者だと思っているし、ケネスは先導者であったマージョリーが首謀者だと思っているとしたら。うわ、これは確かに。マージョリーにとっての真実と、ケネスにとっての真実は違っていて、どちらも嘘をついているわけではないね。この部分の判断は、警察や検察、FBI といった専門機関をもってしても難しいところだった。だが、真実は複数あるとしても、事実は一つだ。それは、マージョリーとケネスがピザ店員爆破事件に関与しているということだ。そこは絶対に揺るがないよね。結局、事件の捜査は2007年7月付で終了した。結局、公式の見解はどういうことになったの？首謀者はマージョリー、共犯者がバーンズ。すでに死亡したロッスタインとブライアンは共謀者だが未起訴、という扱いになった。つまり、ブライアンさんについては、さっき言っていた偽物の爆弾と説明されて計画に参加したけど、後から本物の爆弾になったことを聞かされた。ってことだね。その時点でなぜブライアンは計画から逃げなかったのかといえば、マージョリーたちは銃を持っていて逆らえなかったから、ということだ。実際、事件が起きていた当時のテレビ塔付近で、銃声を耳にしたという証言が複数存在する。これは、ブライアンを脅すために威嚇目的で発砲されたものだろう、とのことだ。まあ、筋は通っているように感じるわ。本当のところはどうだったのかは置いといて、
法的機関としてはこういうストーリーだったという見解は出さないといけないもんね。この結果、ケネスは銀行強盗の共謀、ほう助、教唆について有罪とされ、懲役45年の有罪判決が下された。一方、マージョリーは先にも触れた精神疾患を考慮すべきかどうかで判断が割れたが、最終的に必要な責任能力は有している、とされてな。終身刑の判決が下され、上訴はいずれも棄却された。往生際。その後、彼女は2017年に乳がんによって獄死するんだが、存命中にネットフリックス制作のドキュメンタリー作品に出演して、事件当時の話をインタビューに応じる形式で語っている。え、マジ？邪悪な天才ピザ配達人爆死事件の真相って作品だ。彼女の言葉が真実かどうかは置いといて、凄まじいほど真に迫った作品クオリティらしい。それほど長くもないので、気になったら視聴してみてくれ。ネトフリ、本当に際どいことやるよね。当時の犯罪者や捜査関係者がマジで出てくるタイプのドキュメンタリー。心臓には悪いけどめちゃくちゃ面白いよな。日本のテレビ番組でもたまにやってるけど、やっぱり配慮とか規制とかがある分、放送できる範囲の広さはネットのサブスク動画サイトの方が上だぜ。とりあえず、この動画が終わったらネトフリ登録してくるわ。というわけで、今回の動画はこの辺で。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。